です。日本にとって今日からその予選ラウンドが始まります。会場はマカオのマカオスタジアムです。シンガポールの国歌、そして日本の国歌が流れます。そのスターティングイレブンを見まして、あ、今日はこの顔か、このメンバーかといった、そんな思いもある方も多いと思います。今日の試合、解説は木村和司さん、実況吉松でお伝えしてまいります。マカオは香港から南西に船でおよそ1時間のところにあります。日本との時差は1時間、したがって現在現地は午後6時29分を回ったところです。このアジアカップ予選、全部で39のチームがエントリーしました。10個のグループに分かれて予選を戦っていきます。本大会には各組の1位計10チームと、開催国のレバノン、そして前回優勝のサウジアラビアが出場することになっています。日本は10組のうち第10組に入っています。今日戦うシンガポール、そして2日置いてブルネイ、そして今月の20日にはマカオとの対戦が組まれています。これから対戦する日本ですが、このゲームの前にすでにマカオとブルネイが対戦しています。マカオが1対0で破って勝ち点3を挙げています。その試合方式ご紹介していきましょう。試合方式は勝ち点制です。延長はありません。90分間戦って勝てば勝ち点3、引き分ければ勝ち点1が入ります。最終的に勝ち点の一番多かったチームが本大会へと進むことになります。それでは日本のスターティングメンバーをご覧いただきましょう。先ほどシンガポールのチームはご覧いただきましたが、ゴールキーパーに川口が入っています。そして3バックは左から中田、松田、中澤といつものメンバー。今日は中盤に沢登りと小野が組まれています。おそらくこの布陣、
高めの位置に位置してくると思います。そして2トップはアジア予選、この大会から日本から呼ばれました。 A マッチは初出場となる高原と中山の岩田コンビが組みます。どうなりますか。まあ当然勝つということは第一目標なんですけどね。さあ上がっていくか、シュート打つか、うん、前のシュート、わずかに左。まあ、今もね、シュートシーンがありましたけど、早く点を取って自分たちのサッカーを、まあ、落ち着いて、やりたいっていうところでしょうね。はい、時計は6分を経過したところですが、日本最初のシュートは6分を経過したところ、伊藤からのボール、高原です。今日は2トップが岩田コンビ、この高原とベテラン。高原のボールである程度こう数的優位を作るっていう場面が見られなかったですよね。さあ中にボールを入れる。いいですよね。ええー。だからこういう相手に対してはやはりペナルティエリアとして相手を引き出す。この位置から中村。まだあります。さあシュート打った。そして後ろからシュート。中村俊輔の左足です。コーナーキックとなります。やはり左足はいいシュートを持ってますね。左でいかんなくその威力を発揮します。中村のキック。もう一度中村俊輔、今度は巻いてくる、中澤の当てまた、最後押し込んだのは中山です。中澤の頭からのチャンス、まず日本1点を先制しました。今中村のボールですね、少し力を抜いてですね、丁寧に中澤に合わせていった、そういったボールですね。はい、もう一度そのプレーご覧いただきましょう。高いですね。先ほどはセットプレーの時、中村俊輔は速いボールを入れてきましたが、今度は高いボール、巻いてくるボールでした。これは中澤のゴールでしょうか。まず日本が1点を先制しました。18分に日本1点先制です。この1点を取ったことによって日本としてもほっと一息というところじゃないんですか。まあとりあえずはっていうところでしょうね。この後日本がどのような攻撃で2点目を狙いに来るのか。エリアの中で行われています。高いボール、中山が頭、そして倒れているのは沢登りです。ちょっと腰を打ったか。25番高原、中村俊輔です。中澤の頭で取った得点です。さあ倒されたがホイッスルありました。ゴール前でのフリーキックということになります。この位置でのファールということになった日本なんですから、今のディフェンスは今のですね、まあよく見られるんですけど、ラインばかり上げ下げを気にしてですね、やはり当面の相手を見れてないっていうところですね。ちょうど3バックのバックラインの間と、今日は稲本ですね、はい、その中盤での真ん中 の下がり目ですね、そこの間にスペースができるんですね。その相手を捕まえきれてないということですね。一人しかいないんですけどね、はい、やはりラインの上げ下げばかり気にしてですね、そういう相手をやはり捕まえておかないといけないということを、これは基本的な部分なんですけどね。シンガポールにとってはチャンス、日本に対しては初めてのピンチです。
左の右です。ズルカルナインの左足、今のはいい狙いだったと思いますね。川口がですね、壁の裏を大きく開けてましたよね。その分川口はやはり壁の裏っていうのは気になるんですね。その反対にそのカウンますよね。ということはですね、後ろからボールを出す選手っていうのはもう少し工夫してほしいなと思いますけどね、うん、そのアイデアという部分ですね、はい、もう少し引きつけるところですね。さあ、小野、まだあります。シュートが来た。位置にいます。そして両サイドに25番のアスハール・ハチン、そしてズールが左のサイドにいます。中村が中央空いていますが、ファールがありました。15番はナズリです。キャプテンです。今カードが出ます。イエローカードが出されました。イエローカードが2枚で、その次のゲームが2枚累積しますと、その次のゲーム出場ができません。キャプテンのナズリです。中村です。さあ振り向いてシュートが来る。沢登りですかね、沢登りがこう初めてと言いますかね。そうですね、うまく相手を背負いながらですね、あの早い切り返しって言うんですかね。一つベテランの味を見せました沢登りです。中村からのボール、はい、まあ、あの高原は、ね、あのスルーのような形になりましたけどね。これまでいわゆる若い世代が目立っていただけに、沢登りが一つベテランの味をここで見せましたなと思いますよ。ただもう少しですね、はい、攻撃になった時、特に後ろから一つ返球入れて、あっと笛が引っ張りました。 PK になります。中村俊輔が倒されて PK を得ました。これもあのヘディングでの折り返しですね、よく中村は狙ってますね。でうまくここでかわしながら、非常にこの相手の動きを見ながら一つフェイントを入れていった。これはもうシンガポールの意識としますと、あのファウルは仕方ないですか。まあ足が出たっていうところでしょうね。1対0とリードして、今前半の41分になりました。蹴るのは中山です。落ち着いてきました。2対0日本、2得点目は中山が取りました。これで A マッチは15得点目となります中山です。まあ、この2点目ということはまあ大きいっていうんですかね、はい、その相手がこう、ここで前半終了です。2対0と日本2点をリードして折り返します。2点目は中山が PK で決めました。この中山、ベテランの中山、そして1点目はこの22番中澤のヘディングシュートによりまして取った点です。その前半のデータからご覧いただきましょう。お伝えしていますように、2対0と日本がリード、13本のシュート、そしてセットプレーもこれ木村和さん多かったですね。そうですね、コーナーキックも多かったですね。はい、そのセットプレーからの日本の攻撃、今のところ OK と見てよろしいでしょうか。まあセットプレーで2点入れてますから、はい、はい、まあ、できれば流れの中で点を取ってもらいたいなっていうことでしょうけどね、はい、まあ、やはり相手もその守る意識も高いですし、それだけまだ体力もありますしね、そういう集中力もある、
なかなか点は取れないんですよね、本当はね。まあ、その中でまあ2点取れたっていうことはまあ OK かなっていう感じでしょうけど、はい、ただその攻撃に関して特に今日はこの後ろからフィードっていうんですかね、それが一つ前半見てるとですね課題かなっていう感じですね。はい、2対0とリードして後半の6分に奥が入っています。さあフリーキック頭で合わせた中山の裏を取るような動き、そのパスですね、はい、うん、こういうボールですね、うん、今も木村さんのこう指摘があったところに、入っていきましたが最後中山が頭で合わせてきました。これ中田からね、いいボールだったと思いますね。中澤、いや奥です、遠いサイド、高原ヘディング、まだある、から上がってきたところで合わせます。まださあ攻め込んでいきます、シュート打った、後ろから奥、ピッピッとしない攻撃って言うんですかね、うん、もっとこう興奮させるようなこう動きとかですね、はい、こうパスとかが増えてきてほしいなと思いますね。なんとなく先ほどまあ稲本のシュートなどもありましてリズムが変わるかなと思いましたが、もう一つ変わってこない今日の日本です。そうでね、あの今松田上がっていきましたね、はい、こういうこともやっぱり必要になってくるんですよ。さあシュート来るか、平瀬の前だ、折り返して右のボレー、まだある、自由ですよね、自由でいいんですよね。はい、19番の選手が入りますシンガポールです。19番はモハメッド・ノールが入ります。そして出るのが13番のアジスです。確かにその日本の個人的な能力というのは、まあ、先日のカールスバーグカップの時には組織を重んじるあまりなんとなくこのチーム全体がギクシャクしていた、そんな印象を覚えますが、対0とリードはしています。今選手が交代して10番のサーダンが入ります。まあ、木村さん、これあと2試合、12分に中山が PK で決めて2点を取っています。先ほど紹介もありましたが松田にイエローカードが記録されています。ここに使いたい日本なんですが、近いサイド決まりました、ようやく3点目を取りました。中澤今日2点目、中村俊輔からのボール、1点目と同じコンビで2点目を取りました。割とね、あの1点目と同じようなこう角度っていうんですかね、ここで角度を変えてですね、あの遠いポストを狙うっていうんですかね、ここでキーパーの前ですね。タイミングとしてはもうドンピシャリ、はい、もうボールの回転もゴールへ向かってますから少しだけ、こうコースを変えてあげるっていうんですかね、はい、もうほとんどその後頭部に近いところなんですけどね、中澤自身もこう狙ってると思いますね、今日は中村の活躍がとにかく目立ちました。そして再三言うようですがセットプレーでの得点が多い、そして中山の点、そして後半先ほどもう一度中山、さあもう1点、うん、シュート決めた、打ってきましたが奥、こうですね、いずれもここまでは得点、そして今も中村俊輔からのボール、ここで試合終了です。アジアカップ予選初戦シンガポール戦勝ち点3を挙げました。国際 A マッチでは2000年初勝利です。そして A 代表の勝利といいますと90ありました、まあ、後半確かに1点はこの中澤のヘディングで取りましたが、やはりセットプレーからでした。
流れの中で点が取れなかった日本。まあ結果この 3-0 っていうことを見ればですね、はい、まあ良かったと思うんですけど、ただこう内容ですね、自分たちがこう気持ちよくできたかって言えば、まああれだけ